い、それではただいまより京都検定ミニセミナーを開催したいと思います。今回講師の方させていただきますのは楽旅の山村淳也と申します。楽旅というのは今から15年前に設立しました京都の観光ガイドの会社でして、普段は観光ガイドおよびいろんな講座講演あるいは出版の編集などをしている会社でして、私の方はその中でたまたまご縁がありまして、この京都商工会議所さんの京都検定の講師もさせてもらっているということで、今回はその京都検定を楽しく受験していただくための導入という形でミニセミナーを短時間ですけれども開催したいと思います。さあ、それではですね、早速始めていきますけれども、京都検定初めて受けられる方結構ねこれ見ていらっしゃると思うんですけれど、私自身も受験者だったんですね。で、3級から受けて2級、1級と合格していったんですけれど、もともとじゃあどうしてこういう歴史ですとか京都が好きになったのかと言いますと、大学生の時にたまたま観光ガイドのアルバイトをしておりまして、その時にいろいろ京都の勉強をしたんですね。大学生以来ということなんです。ただもっと言いますと、小学生の時代から歴史はものすごく好きで、きっかけはズバリある本なんですね。太閤記という本がありまして、豊臣秀吉がこうずっと成り上がっていく天下人になっていく本なんですけれど、これを見ても感動しまして、そこから秀吉ファンになったんですよ。で、秀吉ファンになりますと結局秀吉の主君信長のことも気になりますし、今回でしたらライバル明智光秀、大河ドラマの、ね、主人公のことも気になります。そしていろいろ調べていくうちに結局戦国時代が好きになる。で、戦国時代が好きになると、そもそもじゃあこの戦国時代ってどうして始まったのかなというところに興味がいきます。そうするとどん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 遡っていってしまったと。で、逆に戦国時代が終わってからも気になります。秀吉の後豊臣家はどうなるんだと、そういう、ね、形で楽しく歴史を勉強していったんですね。で、今回もし京都検定を勉強していくということであれば、こういうやっぱり一つ何か切り口を持ってね、深く掘っていかれると、そこからまた横に広がっていくっていうのがね、非常に有効かと思ってます。今日皆さんにお届けしたいのは、やはり京都検定の基礎になる京都といいますと平安京。平安京というのはやはりこの平安時代という時代が始まって、そして都になっていくということですので、ここを皆さんにちょっとどういうふうにこう勉強していったら面白いのかと、そして、その楽しさみたいなものを伝えていけたらと思っています。平安京といいますとね、794年ということで、実際にこれね記憶されている方多いと思います。でも終わりは皆さんあまりね、記憶されてないかもしれません。鎌倉時代が今度ねやってきますけれども、今鎌倉時代が1185年というふうに歴史の教科書には出てきます。だいたいざっと400年あるんですね。結構長いです。で、この400年をどう勉強していくかということなんですけれども、やはりね、おすすめはまず前半後半で見ていくとね、いいかと思います。前後半分けるのもね結構難しいんですけれど、もしシンプルに分けるとしたら400年なんで、ちょうど200年経った頃が前半の終わりと考えてもらいますと、ざっと言いますと794年から始まってますから、800年から始まったとすると200年経って西暦の1000年、この辺がまず区切りですね。そこからまた1185年ですから、約200年後半もあるということです。で、この前半後半を切って見ていく場合に、どういうふうに見ていったらいいのかというと、やっぱりこの平安時代というのは天皇貴族の時代ですので、まずはその天皇と貴族が誰が時代を動かしたかっていうのを追っていくとすごく分かりやすいですね。で、この天皇と貴族というのは平安時代入りましてすごい脚光を浴びるんですけれど、特にそれまで奈良時代の、ね、貴族がいたわけです。藤原氏なんかも、ね、奈良時代からいましたし、そして平安時代入ってきまして、天皇になり代わって政治をしていくという時代がやってきます。だから貴族という意味では藤原氏の、その流れを追っていくということをしていくんですけれど、
例えば平安時代前半ですとどうなるかといいますと、まず桓武天皇という人が都を作り、そして子供の平城天皇、嵯峨天皇で基礎が固まります。で、あ、天皇時代が続いていくのかなと思いきやですね、ここで藤原氏が台頭してくるんですね。藤原の例えば冬継ぐとか吉房とか元常と歴史の教科書に出てくるこういう人たちが出てきまして、権力をどん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 ね、奪っていくことになります。吉房は初めて摂政になった人ですし、元常は初めて関白になった人、いわゆる摂政関白という時代がやってくるんです。ところがここで天皇家も終わりません。やっぱり今度は天皇家がね、主権を奪い返そうということで、はい、次が宇陀天皇という方が出てこられまして、この宇陀天皇の時代に藤原氏から一旦力を奪い返すんですね。で、この時宇陀天皇は力ね、一人ではちょっと難しかったので、自分の片腕として登用したのが菅原道真になります。だから菅原道真と言いますと、学問の神様とかね、よく言われてますけれども、北野天満宮でね、今祀られてます。これはね、後世のもので、実際はものすごい政治力があった人なんですよ。まあ、道真の力で一旦天皇が権力を奪い返し、醍醐天皇、そして村上天皇ぐらいまでは演技天略の地と言われるように天皇が頑張った。これぐらいで前半がまあ終わってくるかなと思います。ちょうど菅原道真がやった一つの大きな出来事というかね、取り組みで遣唐使の廃止っていうのがあるんですよ。白紙に戻そう遣唐使で覚えられませんでしたね、皆さんね。これだったら白紙ですから、まあ約ね、100年ぐらい経ってますね、はい、そっから遣唐使を派遣しなかったので、そっから100年経って前半が終わるというような感じです。この遣唐使を廃止したというのが後から聞いてきますんでね。まず今前半のお話をさせてもらいました。で、この時にね、日本のじゃあ政治はそのように流れていたっていうことなんですが、文化はどうだったのかと言いますと、これは遣唐使を廃止するまではずっとこのね、中国に遣唐使船を送ってそこから文化をね吸収していたわけです。ですから大体残っている文化はね、書物でいうと漢詩が多いんですね。中国の言葉で漢詩でいろんな書物が書かれた、空海なんかも書いてますし、道真も書いてます。あと仏像とかでは公認上巌文化といいまして、薬師如来とかあるいは密教のね仏像なんかは結構あります。あと曼荼羅とかありましてね、こういったものが割と今残っているわけですね。まあでもやはり主には中国の影響を多分に受けていた、これがこの前半の時代かなというふうに思います。ちょっと面白いのはね、薬師如来とかこれ密教のお不動さんとかはこの時代すごく作られたんですけれど、これはね、なぜかというと作ったこれは依頼人がいるわけですね。発注した人、もちろんこの時は貴族っていうのが多いんですけども、薬師如来も不動さんも目的は何かというと基本的に原寺役なんですよ。つまり今現在の生活を良くしたい、あるいは今困っていることを何とかしてほしい、こういう願いでこういった仏像も作られておりますので、やはりね、時代がそういったものを要請していきますので、作られるものっていうのは似てくるんですね。これ後半全く変わってきますんで、またねご注目いただきたいんですけど、あと建物は貴族の神殿作りとかね、庭園も神殿作りに付随した神殿作り庭園というのがあったようです。しかし残念ながらこれは残っておりません。さあ、それではいよいよ後半に入っていきます。後半はだから西暦1000年ぐらいからスタートさせてもらいますと、まあ1000年と言いますとね、ちょうど藤原道長全盛期の時代なんです。源氏物語千年記というのが2008年にありました。
その1000年前の1008年に初めて文献的にね、源氏物語というのが出てくる。つまり藤原道長が作った藤原氏の黄金時代、これが後半の始まりです。先ほど言いましたようにね、天皇から今度はまた藤原氏が主権を奪い返して自分たちの全盛期を築いた。これね、時代がもう200年経って全盛期、これね、実はちょっとおかしいんですよ。新しい時代が始まりますと、一番いいのは必ず最初なんです。最初はいいんですけど、必ず悪くなります。時代というのは、これどんな歴史を紐解いてもそうなんです。ところが平安時代って200年経ってから全盛期来てるんです。実際はその藤原道長が政権を取る前にもう地方はかなり氾濫で荒れてまして、例えば醍醐天皇の後に朱雀天皇という天皇がね、即位されます。村上天皇との間に、この朱雀天皇の時に平将門の乱とかね、藤原の住所乱というのが地方で起こっておりまして、結構討伐に苦労してるんですね。だから地方に目を向けるともうかなり荒れた時代になってるんですよ。じゃあなぜ全盛期になったのかと言いますと、これは地方で荒れてしまった結果、税金が取れなくなってしまった。本来収入は下がります、貴族たちの。ところが荒れてきた結果、土地を荒らした人たち、地方で新たに力を持っていった人々は、最初は自分たちの土地を認めてほしいから朝廷に土地なんかを寄進したり、お金を寄進して、最初はそれをまあうまくね、自分たちのものにしようという、そういうやっぱり考えがあったんですね。だから貴族の藤原氏のもとに結構お金が集まったんです、最初はです。それがちょうどいわゆる摂関政治の全盛期です。今までのシステム、国司軍司からもお金が入ってくるし、なくした土地でもその土地を新たに奪った人がお金をくれるという時代だったので、一時栄えたんです。まあ、しかしこれは続かないんですね。新たに土地を獲得したそういう人たちは新しい時代の人たちですから、だんだん気づくんですね。自分たちが土地を寄進しなくても、これ自分たちで土地を守っていったらいい話じゃないかと、こう気づき出しまして、徐々にそれが減っていきます。で、藤原氏は道長の時代、そして平等院を作りました頼通の時代は良かったんですけども、自分たちの娘を天皇家に輿入れさせて子供が生まれる、その子供を天皇に即位させて、自分は天皇の祖父として、外祖父として権力を握ってくるという、こういうシステムを作ってたんですね、外戚関係。ところが頼通の時代にそれが途切れてしまいます。だから藤原氏は自分たちのやっていたパターンでは政権が維持できなくなったんですね。この隙に天皇家の逆襲がありまして、白川天皇という人が、自分はね、そういった藤原氏の影響を受けないということでね、政治を始めはったんです。なおかつとっておきの秘策ですけれども、院政といいましてね、天皇をまだ権力のあるうちに退いて、子供に天皇をさせて自分は上皇として権力を振るというシステムをここで生み出します。こうされますと、今まで藤原氏はね、天皇家を抑えることに躍起になっていたんですけども、確かにできていたんですが、上皇を抑えるようなシステムは作ってなかったので、結構これ有効だったんです。しかも白川上皇は武士を積極的に登用しまして、これ武士というのは藤原氏の全盛期の時代に地方にパラパラといった武士ではなくて、それらをまとめ上げた力を持った武士を自分の側近として抱えます。それが平忠盛、あるいは清盛といった平家と呼ばれていく人たちなんですね。もちろん源氏というのもいるわけですけれども、そういった人たちを登用することによって貴族を抑え込む、そしてそういう人たちはお金を持ってますから財力を自分たちのものとして使う、もちろん武力がありますから、ね、武力行使もできるわけです。白川上皇が天下三大不如意とおっしゃいましたね。自分の意のままにならないものは3つ、それが
鴨川の水と比叡山の山越しとサイコロの目でした。言い換えますと、それ以外のものは全部自分の思うままになったということなんです。この時代が約150年近く続くんですよ。白川上皇から鳥羽天皇、その後、後白河さんで、最後に後鳥羽さん、ずっと続きます。で、この間に逆転現象が来てしまいまして、あまりにも平家を登用したがために、その平家が力を持ちすぎて後白河さん幽閉されてしまって、あの清盛のクーデターがあるんですね。まあ、こうなってしまうと、もう完全に時代が、ね、逆転してしまいます。今まで天皇が頂点、朝廷があったのが、武士という新たな勢力がその上に立つような状況になってきまして、最終的にはそれが平家は、ね、源氏によって源平合戦で倒されてしまいまして、新たな本当の武士の時代がやってくるという形になります。だから非常にこう密接にね、歴史というのはつながっておりまして、今後半の話をさせてもらいましたけれども、ね、この後半の時代というのは本当に激動の時代なんですね。さっき言いましたように、庶民はもうずっと苦しんでます。で、その苦しんでる庶民もそうですし、実際は貴族も苦しんでたんですね。藤原氏ももうね、後がない、新しい武士の台頭によって自分たちの権益が侵されていくと、そうなった時にやっぱり頼ったのは信仰の、ね、世界ということで、前半は薬師如来と密教の不動産という話をしましたが、後半ガラッと変わりまして、後半は浄土信仰、そして阿弥陀如来の政策に移ります。つまり仏像は一気に需要が変わりまして、まあ、特に後半はこのようにちょっと絶望してね、現世が生きにくいと、ね、この時代はもうやめとこうと諦めて、そして来世極楽浄土になんとかまた、ね、素晴らしい世界を体験したいということで、阿弥陀さんにひたすらすがるという形になりまして、後半は一気にそういうね、状況になります。だからたくさんの需要があったので、一気に武士たちのね、仕事が増えたと。で、たくさんの阿弥陀さんを作らなあかんっていうことで、上長という人が出てきまして、寄席作りを開発したり、あるいは仏書というのをね、作りまして、仏師集団をまとめ上げていったわけですね。まあ、ここから慶派だったり院派だったり円派という、そういうまあチームまで出てくるわけです。で、この流れが結局お庭なんかにも反映されましてね、神殿作りは変わらないんですけども、お庭はどちらかというと極楽浄土をイメージした浄土式庭園という形になります。神殿作り庭園とね、技法はそんなに変わらないんですけど、思想が違います。神殿作り庭園は船遊びとかね、自分たちが楽しむための自然をちょっとこう改良したお庭だったんですけども、浄土式庭園は同じですけども、そこに浄土を見るということですのでね、もう信仰の世界が少し入ってきます。そんな形でね、変わっていきますし、文化の面で言いますとね、ここでようやく国風文化というのがぐっ出てきます。白紙に戻そう遣唐使から100年、100年経ちますと、さすがに自分たちの文化、これが醸造されまして、そして道長の時代、摂関政治の全盛期の時代にうまくタイミングがありまして、この時代に一気に花開く。ですから女流文学、紫式部ですとか清少納言とか出てくるのは全部この時代ですね。はい、藤原道長の時代にそういったゆとりができて、そういった宮中の女性たちが活躍するというね、そういう時代がやってきますので、全部これ相関関係になってます。まあ、国風文化ですから、今申し上げましたね、仏像なんかもそうですし、歌なんかもね、非常に洗練されたものになっていった。漢詩ではなくて仮名文字に、ね、文字も変わっていくということでね、非常にこの平安時代の終わりというのは、日本文化の一つね、大きな、発露というかね、発祥になっていったということなんです。
で、まあ、今ずっとね話をしてまして、平安時代はそうやって終わっていくんですけれど、もう一つね、民衆がやっぱり最終的にはね、今まで置き去りになってたわけですね。まあ、貧しくなっていた、苦しくなっていたと言いましたけれども、なかなか民衆を救うということはできなかった。ですからそれまでの宗教仏教が、まあ、天台宗と真言宗というね、2つの平安仏教というのがね出てきました。どちらもこれは貴族仏教と言われまして、それまでは主にやはり貴族がその仏教に帰依したり、まあ、いろんな形でね仏教を活用していたわけですけれども、これではやっぱりダメだということで、仏教に従事しているお坊さん自身がねそれに気づきまして、やはり民衆のためにと、民衆の方が圧倒的に多いわけですね、人数が。例えば法然上人なんかはそれに気づきました。比叡山の学徒トップだった人がその比叡山を降りて、そして数多ある天台宗の教えの中からたった一つ、極楽浄土に行くためには、ね、南無阿弥陀仏を唱えればいけるんだという教えを広められたんですね。これはやはりもう民衆にね、大変な喜びを持って迎えられたと。これ民衆だけじゃないんです、実は貴族とか武士にも広まってます。でこの法然に続くべく親鸞であるとか、ね、あるいは一辺であるとか、さらに言いますと次武士の時代っていうのがやってきますけれどもね、この武士の時代に大変好まれた、いわゆる禅宗ですね、臨済宗とか曹洞宗もこの時代、平安の終わりからスタートして鎌倉時代、鎌倉新仏教と言われますけれどもね、この時代、後に日蓮宗も出てきます。全部がやっぱり時代の狭間、求められてこういった宗派が生まれてきたっていうことなんですね。この時代じゃなかったらこういう宗派は生まれてこないわけです。次は幕末にそういう、ね、流れがやってきますけど、必ずね同じような状況だと同じものがやっぱ生み出されるっていうのが歴史の面白いところで、今ざっと平安時代の話をしましたけどね、この流れを知っておくだけでも、その後鎌倉時代とかね室町時代を勉強していく時も結局舞台は同じ京都で、京都の上でその歴史が展開されていきますのでね、新たな寺院ができ、そして新たな時代の主役が生まれてくる、あるいは、ね、破れていく人が出てくる、そういうものもね全部その土台の上に展開されますので、まずはその平安時代をきちっと押さえていく。で今日は あまり話せませんでしたけどね、平安京もそうなんです。平安京も結局その作った道とか、ね、あるいは場所というのが後世活用されたり、あるいは改変されたりしながら暮らしが営まれていきますので、そういった平安京をきちっと学ぶっていうのも非常に有効かなと思いますので、とにかくまず平安時代ということです。でもう一つ最後に言っておきますと、平安時代と強調しておりましたけれどもね、京都検定で言いますと出題はそのちょっと前から来ます。平安時代の前、検定のテキストを開きますと豪族の時代から記載されていると思います。これは非常に実は正しくて、平安時代というのも結局その豪族たちが京都にもともといたその上に成り立ってますので、なおかつ平安京を移した桓武天皇はそういった豪族たちを比較的優遇しましてね、そしてそれらの協力を求めながら平安京を作っていきました。特に押さえておかなくちゃいけないのは鴨氏と波多氏、この二大豪族をきちっと押さえて、だから鴨氏がやっていた鴨祭りが葵祭りになっていったり、ね、していくわけですけれども、豪族もきちっと押さえておくっていうのを忘れずにやってもらった上で、今の平安時代の、ね、話をこういう流れをずっとね追っていってもらいながら勉強してもらうといいかなと思います。まあ、特にね平安時代は日本史って言ってもいいぐらいね、この平安時代400年に関しては日本全国の中でやっぱり京都がほぼ歴史そのものですので、そういう意味でもね、まずはここを押さえるということをお勧めしたいと思います。さあもう25分ほど経ちましてね、
ミニ講座ということで、このぐらいで今日はちょっとねさせていただきまして、こういった機会が、ありましたので、私の方もまたここでお話をしたいと思います。では皆さん、勉強の方ぜひ頑張ってください。